支援をしたいっていうより、あまりに美しいものが滅びていってしまうのが悲しかったんです。本職は実は小児科医なんですけれど、ちょっとびっくり。すごく時間が作るのにかかって、これは、半分に折ってあるんですけど、全部だいたい6ヶ月。6ヶ月、お子さんとお父さんの関係をこう、つぶさに多分今のご職業の中で見てこられたってことですよね。カバンだけがみんな女物を使っているのが、なんかとても私の心の中にああ、なるあっほど。て。なるほど。今日は、搬入が今だいたいおしまいになったということでお話を伺おうと思ってるんですけども、なんかこういう外国の方たちとお写真撮ってらっしゃるのがたくさん出てますけど、これ今ここにある作品、たくさんいろんなものがあるんですが、この方たちが作られてるのかな。はい、そうです。それは南インドの、コープ岬の近くの工房で作られている、ボビンレースの作品になります。ボビンレース、ボビンレースってあんまり聞いたことないんですけど、ベルギーの伝統工芸で、手織りのレース編みになります。手織りのレースになります。普通編むんですけど、これは織ってるんですか。はい、織ってるんです。ボビンというものを使って待ち針とで、こう組み合わせるようにして織るものなんですね。大変な作業なんですよね、これもね。はい、大変な作業です。なんかいろえこれえちょっと待ってください。いろんな国が混ざってるのかな。はい、インドの人、それからタイ、タイの人が写ってます。あ、そうなんですね。はい、例えばこの辺、なんかカバンなんかもです。これはどこ。このカバンはタイの北の方から来ています。タイで作ってらっしゃる。方法、この辺もタイなんですかね。はい、この辺もタイになります。なんかこういうものを扱われる、そのなんかきっかけっていうか、なぜこういうタイだとか、インドだとか。はい、南インドに初めて行った時に、差別されている人たちの作っている素晴らしいクロステッチに出会いまして。これはい、そうです。はいはい、でこのクロステッチが、差別されている人たちが作っているということで、販売のルートをもらうことができずに滅びていってしまうというのに出会って、で、何とかしたいと思いました。これクロスステッチって、ステッチってことは刺繍なんですよね。はい、刺繍です。クロスっていうのは何ですか。バッテンになってるんですか。はい、です。非常に細かい、目を拾ってやってるので、もう素晴らしいですね。はあ、クロスに見えないですね、全然。そうですね。これは何ですか、聖書かなんかのですか。はい、聖書の言葉ですね。それに出会われて、何ですか、支援をしたいっていうことですか。支援をしたいっていうより、あまりに美しいものが滅びていってしまうのが悲しかったんです。で、今タイやそのインドのものを、日本に紹介して、紹介して、その人たちからこう売り上げになればいいということですね。はい、そうです。そういうことですね。はいはい、ああ、なるほど、なるほど。へえ、わかりました。こうなんかいろいろこうアクセサリーみたいなものから。ストールですかね。はい、このストールは、草木染めで手織りされているストールですね。もう今これは一人の人しかやらなくなってしまって。ああ、そうなんですね。これもタイですか。はい、これもタイの北の方から来ています。今回はタイが多いのかな。はい、ちょっとずっとこちら見せてもらって、なんかいろいろあるんですけど、これも変わった。こういう柄ってなかなかね、日本ではね、そうですね、思いもつかないような感じですけど。はいはい、お財布、この辺のは、モン族のもの。これはリス族の、山岳部族のリス族。ちょっと族が違うと、部族が違うとデザイン違いますね。はい、違います。あ、なるほど。へえ、はい、これもなんか iPad 入れるカバンみたいなものとか。はい、これは腰に下げるのかな。肩に、ボディバッグになりますね。あ、なるほど、なるほど。あ、こういう感じになるんだ。はい、へえ、こういう柄は確かに日本ではあんまりないな。はい、でもこれは日本の着物の柄と同じなんですよ。なるほど。これはなんて言うんだっけ。麻の実。あ、そうそうそう。
古い布を使ってるんですか？そういうわけでもない。これは古い布ではないですね。昔からあるパターンなんですけれど。で、あとはアクセサリーなんかこちらに、はい、このアクセサリーは、はいはい、タイのバンコクにあるクロントイというスラムにあるビーズ工房で作られてます。ああ、ビーズなんですね、はい、スラム街、はい、貧しいところの人たちが作ってるそうです、ね、ものなんですね、はい、へえ、いつからこの活動を？2010年にあ、ちょうどじゃあちょうど10周年なんです今年。ほう、お仕事が、はい、これ今お仕事としてやってらっしゃると思うんですけど、はい、二足のわらじですよね。はい、二足のわらじで、まあ、本職は実は小児科医なんですけれど、ちょっとびっくりですよね。全然なんか違う感じがするんですけど、はい、お仕事はだから、その小児科医の方のお仕事も今も現在もやってらっしゃって。はい、やってます。でこういうことも、まあ、活動として、これもだから10年活動をずっとやってらっしゃる。ずっと活動しています。はあ、その10年間でその何ですか、その今支援をしたいなと思って始めたそのタイだとか、はい、インドの方はこうなんか状況変わっていきましたですかね。そうですね、まずクロスステッチをやっていたところの工房は、はい、やる人が亡くなってしまって滅びてしまいました。ああ、そうなんですか、はい、じゃあ先ほど見せていただいたのはもう過去にそういうものが作れた人がいたよという証みたいな雰囲気になっちゃったんですね。はいはい、そうなんです。そうか、もう作る人がいないんだ。へえ、そういうの聞くとやっぱり寂しいですね。そうなんですよね。ここにも写真がいっぱい出てますけど、いろんな場所、はい、これもタイなのかな全部。そうですね、ここに写っているものは全部タイのものです。よくじゃあお出かけになられるですか？そうですね、仕事があるのでそんなにしょっちゅうはいけないんですけれど、はいはいはい、去年なんかは3回行ってきました。あ、それでもそんな感じなんですね、はい、バッグもたくさんありますし、これかな、さっきのレースの、はい、そうです、折りだけどレースっていう、はい、これはイニシャルの、あ、なるほど、ついている。S ですで、周りが手織りのレースになっています。へー、で、ここにちょっと細かいのが、はい、ちょっと引っかかっちゃった。こういう風になってるんだ。これはテーブルランナーなんですけれど、こういうすごく普通で見てるそのレースの、はい、こう編んでるのよりも、はい、なんか細いですよね。そうですね、細い糸で作られています。すごく時間が作るのにかかって、これは半分に折ってあるんですけど、全部だいたい6ヶ月、6ヶ月、はい、かかるそうです。はあ、もともとベルギー人の人たちが教えているので、布はベルギーから輸入して、糸もベルギー製のものが使われてます。へえ、ベルギーの材料で、はい、これはインドの人が、そうです、折ってるという。折ってるんですね。折ってるんです。いや、いろいろと見せていただいたんですけど、あ、これも違うの。これはね、モン族という、タイの山岳部族の人たちが作っているパッチワークになります。さっき出てきましたね、モン族、はいはい、独特の幾何学模様で、はい、部族によって模様が違うので、この渦巻きの形がモン族の印ですね。あ、そうなんですね、はい、へー、で今回ちょっとねお話を伺いたいと思ってるのがもう一個あって、はい、あれですよね、その今の海外の支援っていうことではなくて、日本のものもちょっと、まあ、この辺もそうですよね、はい、この辺も日本の手芸家の人が作っている、うん、ものになります。赤ちゃんのお洋服、子供服になりますね。もうすごくいい木綿を使っていて、で、はい、刺繍も本当に精巧な刺繍になっています。かわいいな。あ、スタイとかね、やっぱりあれですかね、お仕事柄お子さんを見られることが多いので、はい、こういうもの、はい、子供のものについてはおもちゃもありますし、あ、なるほど、あ、この辺もそうですかね、はい、この辺は子供たちが手遊びでごっこ遊びするためのおもちゃですし、これは日本、これもタイのものです。タイのもの、はい、へえ、
でも赤ちゃんこういうの好きですよね。はい、分かるかで今回ねちょっとね、はい、すごく力を入れてらっしゃるこのちょっとスタイリッシュな、はい、カバンが、はい、ちょっと特別なんですよね。説明受けないとよく分からないということなんですが、はい、男性ものですね。男性もののビジネスバッグなんですけれど、はい、育児をするためのビジネスバッグなんです。なあ、今はもう男性も育児にね参加することはもう当たり前になった時代ですが、はい、ということはどういうことですかね。これ今中が見れるようになってますけど、はい、パソコンを入れるところは独立にあって、でいろいろなポケットのところは使い方が自由で、うんうんうん、いろんなビジネスのものを入れた中に保育園に送っていく時の用品がスポット入るというデザインのものになります。あ、そうか。お父さんが保育園に送っていって、はい、そのまま会社に仕事出勤するっていうことに、はい、そのまま使えるバッグだと、はい、まあ、普通だと、まあ、女性のバッグの形ではそういうもの多分いろいろな種類あると思うんですけど、はい、男性ってあんま見たことない。そうなんですよ。なんかこれだけ男性が育児に参加しているのに、はいはいはい、うん、カバンだけはどこを調べてもマザーズバッグしか出てこないんですよね。まあ、でそれがとても私は残念で、働きながら一緒に子育てに参加する男性のためのバッグが作りたいと思って作りました。なるほど。なんか工夫されてるこうなんか形とかがあるんですかね。なるべくミニマムな構造で、はい、うん、はい、その人が使う使い方、その人らしい使い方ができるっていうバッグに考えてました。うん、この中にこれは哺乳瓶入れるところです。なるほど。かなり独特な使い方ですね。普通では、ね、はい、こういう形のところってあんま見ないですもんね、はい、カバンの中に。 でもこのポケットは開けると、うん、はい、A4 のファイルがスポッと入ります。あ、そういう大きさになってるんですね。スポッと入ります。で裏側には途中で子供がおむつを替えなきゃいけなくなった時に、はい、ビジネス用品とは独立しておむつを入れておけるポケットがあります。はい、これそこのところにポケットになってて、はいはい、中とはもう分かれちゃってるんですね。そうなんです。あ、汚れたおむつ入れるわけですか、そこへ。そうなんです。さすがにちょっとビジネスのものと汚れたおむつは一緒にしたくないだろうなと思って考えました。へえ、なるほど。ちょっとなかなかないですけど、これは日本で作ってらっしゃる。はい、メイドイン名古屋にこだわって、メイドイン名古屋ジャパンです。あ、タグまで名古屋の会社で作りました。あ、これあれですもんね、お店の屋号、はい、お店の屋号になります。でも完全に自分のところのブランドとして作られてるんですね。はい、はい、そうなんです。へえ、そうか。なんか素材もなんかすごいしっかりしている感じで、はい、コーデュラっていう、はいはい、非常にビジネスバッグなんかで好まれる素材になってます。へえ、まあ、汚れがつきにくかったりとか、汚れがつきにくいし、うん、丈夫ですね、うん、で軽いです。27リットル入るんですけれど、はい、重さ750グラムぐらいだったと思います。メイドインジャパンのさすがなところで背負った時のそのバランスがすっごくいいですね。ああ、これもで名古屋のその職人さんが作ってるみたいなことなんですね。そうなんです。なんかそれもまたこだわりですね。はい、ものすごくこだわりました。あ、そうか。でこれ井出さんがこうしてほしいってことを提案して作っていったってことなんですね。はい、そうです。すごい。さすがでもやっぱりそのお子さんとお父さんの関係をこうつぶさに多分今のご職業の中で見てこられたってことですよね。はい、見てきました。でなんかカバンだけがみんな女物を使っているのがなんかとても私の心の中にあって。あ、なるほど。そうか、お父さんたちはこういうものを使えばいいんですね、これからは。そうです、ね、世の中にはなかったですから。そうです。そうか、
いや時代が変わってくるとね、必要になってくるもどんどん変わっていくってことですよね。あの子育てしてる人たちに何が欲しいって男の人たちに聞いたら、カラビナをいっぱいぶら下げたいって言うんで、ここにはそういう場所が作ってあるんですよ。カラビナって何でしたっけ？こういうナス缶っていうのかな、はい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 、あのカチッってやって、そこにあの汚れた靴、脱いだ靴をぶら下げるとかあのおもちゃをぶら下げとくとか、そういうあの脱いだ服がちょっとぶら下げときたいとか、いろいろあるみたいで。それはもう子育てを経験してみないと出てこない話ですね、これはね。そうですね。ちゃんとだから市場調査もバッチリできた上でデザインがされてるってことなんだ。はい。おお、これぜひじゃあこうね、今子育てされてる人も、はい、まあ、これからの人もね、これ持っとけばビジネスで使っといて、はい、子供が生まれても大丈夫ってことですよね。そうです、そうです。自然に、ね、自然にそのまま、うんうん、もう準備できてますってことですよね。はい、へえ。なるほど。ちょっといろいろお話伺ってきましたが、はい、結構ね世界のいろんなものっていうところをずっとお話ししてきたんですけど、最後は地元にバシッと、はい、ものすごい濃いところで来ましたね。はい、ありがとうございます。あの、あさってからね、はい、あの展示を開始させていただくことで、はい、まあ、今日搬入途中で、まあ、もうだいたい片付いたかなってところでお話を伺ったんですけど、はいはい、またぜひあの、ね、手に取っていろんなお話をね、その現地のお話なんかも伺いながら見ていただくといいんじゃないかなって思ってます。はいはい、ありがとうございます。はいはい、今日はよろしくお願いします。はい、お時間いただきましてありがとうございます。ありがとうございました。はい、失礼いたします。はい。